から閉店していい？ちょっと顔が薄くてちょっと本気で盛れてないからメイクする、血色がなさすぎるからちょっと足してこうっと。こんにちは、お昼。そう、これからメイクする。今日も可愛い。本当にこれで、これで可愛いって言ってくれるの？超久しぶり。お、嬉しい。そう、これからメイクする。平日ですよね今日。めっちゃ見に来てくれてありがとう。こんにちは。火曜日？うん、優しいね、みんな。かわいい、メイク前かかわいいとか言ってくれて。テスト勉強頑張って。お昼休憩中なの、休みの日。明日仕事終わった。夜勤さんだ、えらい。ていうかさ、オンラインイベントじゃないか。今また対面も受付始まって、あれだよね、2時までなんでしょ今回。もうちょっとあと30分受け付けてるね。うん、仕事中えらい。これからお仕事頑張ってね。オンラインも受け付けてるよね。あと30分。最近最近の仕事ました。なにこれ、かわいい住み込み暮らし。うん、聞いたよ、嬉しい。応募した、ありがとう。音符管理するね。ちょっとあの復活、対面とかツーショット系もごめん、めっちゃ閉店しちゃった。復活してるからさね。え、なんかさ、システム変わったの？1枚ずつしか、なんかさ、よくわかんなくて、みんなに応募していただく側だから1枚ずつしか投げられないんですか？5枚、何枚、何？でもなんかなるべくなんか当たらなかったよって対面とかはね、お声とかもいただくので、なるべくたくさんの方に会えたら嬉しいなって気持ちです。本当にありがとう。1枚ずつしか投げられないんだ。そういうことか、1枚ずつ。なるほど。さやちゃんの配信やった。休憩、対面応募した。え、会いたいです、会おうね。初めて対面申し込んだ、ありがとう。会おうね。オンラインは5枚、他は1枚。え、そうなの？え、いっぱい話そうね。おはよう。オンラインは今まで通り。あ、通所も復活したっぽい。みんなが支払いしないから。まあ、忘れちゃうよね。忘れないでね。楽しみにしてます、本当に。初めて会える、やった。1枚だといっぱいは話せない。いや、そうなんですよね。でもなんかみんながなんか、それこそたくさん話すってなったらオンラインとかの方が2人きりでゆっくり話せるし、なんか対面はさやの感覚だけど、直接お顔見て会えたらそれだけで幸せだなって感じです。普段さ、そんな直接近い距離で話せるなんて機会、対面くらいしかないので、うん。
かもなんか1枚ずつだって方とかたくさんいらっしゃるんですけど、なんかそれでもさ1部から4部まで対面の日はあってさ、お顔見れてめっちゃ嬉しいですよ。朝から晩まで朝から晩までだって。でも長い間ありがとうって感じだよ。あ、 iPhone15 に機種変。お、めっちゃ画質いい。ねえ、絶対ノーマルカメラだよね。絶対に肌荒れしないように気をつける対面の通称3月、めっちゃ先ねえ、ちょっと先すぎますね。冬越えて春になってるから3月の自分がなんかどうか肌荒れしないことを願ってる。うん、なんかね昨日ねすっごい話変わるんですけど、なんか昨日新しい涙袋のやつ買ったの。スキューズミーミゼルエディ102ピンクベージュ、すごいなんかプラザで、え、かわいいって思って、涙袋のツヤツヤのやつ塗ってみる。あ、え、めっちゃいいよここで試して、初ナチュラルって感じになんか涙袋ができるかも。うん、ピンクになった。めっちゃナチュラル、色可愛いんですよこれ。めっちゃくすみピンク、キューズミーミゼルミゼルエディプラザ、プラザで買いました。うん、ちょっと今日ねアイラインめっちゃ下手、ちょっと悔しい、悔しいから集中してくる。申し込みませんって買いました。お、ありがとう。まださ12月17日の受付最後って書いてなかったよね。もう一回チャンスあるのかな、クリスマス。何のスイッチ、鏡のねスイッチだよ。お、土曜日ね、おますぐりこの話が最後だよね。よろしくね、楽しみにしてます。ただ最終じゃない、よかった。うん、17日サンタさん着る。え、でめっめっちゃ可愛いサンタさん、ちょっと待って、めっちゃハードル上げちゃったんだけど、そう、可愛いやつか、あのね、もう決めたのサンタさん、あと1ヶ月ぐらい先だけど、めっちゃ可愛い、可愛いの、可愛いやつ期待してていいよそう、可愛いやつ期待してていいよ。年内最後だからね。
お疲れ様。いい感じですよ。ちょっとアイライン濃いのかな、なんか色がちょっとなんか違うわ。通常取れなかった。でもクリスマスのサンタさんはさすがに写真撮るし、見に来てほしいからお話だけでも待ってる。さすがにさすがに写真撮るわ、クリスマスの日は SNS に載せるために。アイレンかわいい。ほんと？ちょっと失敗した。そうプリンちゃんついてます。町中華、うん、聞きたい。町中華フェスの感想を聞きたい。うん、いい感じなのでは。かわいい。これさ、なんかラコステのワニ。ラコステ。ラコステなのかな。なんかさ、イントネーション難しい。ワニ。なんかのなんかでも来ました。なんかのなんかでも来てます。マスカラ。かわいいよね。あれだ、イクヌジュチャンネルの韓国でも来てたです。かわいくて。日本もさ寒いけど、今韓国めっちゃ寒いらしいね。マスカラ、ちょっとまつげが最近上がらなくて。もうね、本当に最近お洋服がいくらあっても足りなくて、もうやばい、いっぱい買っちゃう。ダメダメダメ。マスカラ、うん、うん、まあまあこんな感じかな。冬服ね、かわいい。最近ね、ランダが好きで、ランダ、あの靴がメインというかブランドなんだけど、小物とかがもうカバンとか、あと服もめっちゃかわいくて、ね、欲しいやつをカートに入れてみたの一回。
したら破産 しそうになってちょっと一回諦めたところ。ランダめっちゃ可愛い、ランダやばいです。靴も可愛いし服もカバンも全部可愛いんだよ。あのあこれ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 ランダさで蓋開いてた。このカバンめっちゃ有名な、このキルティングのカバンとかが売ってるブランド、可愛いよね。あらららら、もうマスカラに集中しても、好み同じ？嬉しい。あ、やばい、お目覚めになられた。よし、できたよ。ちょっとアイラインが、ちょっと頑張って指で、うん、リップ。なんか冬だから乾燥しちゃうじゃん。せやが大好きなロノアのリップをね、塗って、塗って、でちょっとね秋っぽい色にしたいから、なんか最近ディオールのめっちゃバズってた。こうやって見るとちょっと茶色すぎるんだけど、なんか20番のグロスマキシマイザーか、上から重ねると激カワなことに気づいて、買ってよかったってなった。そう、流行ってる。なんかインスタじゃない、ツイッター X のスネで流れてきて、なんかこれ上から重ねるとめちゃ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 可愛い。今塗ってるから待って。唇も潤うし、めっちゃ可愛い。あ、ちょっと待って、伝わんないなんか違うんだけど、こっちとこっちで発色待って、すごい悔しい。でも、ね、すごい可愛いんです。かわいい、かわいくなるの。かわいくなるんですよ、とっても。でもさ、なんかさ、冬？そう、これちょっとマキシマイザーを使ったことある方、全部かわいい？優しい。わかると思うんだけど、冬のさマキシマイザーってめちゃめちゃスースーするよね。すでにスースーするのにさ、冬にマキシマイザー使うとさ、唇がもうなんか冬の風を感じてめっちゃ寒くなる。ね、寒いよね。うん、いい感じだよ。髪巻きたいんだけど、ちょっと髪ボサボサだから一旦ス
ストレートにする。かわいい。おねむちゃん。マキシマイさん、わかる。だからライブの時とかは結構髪の毛のことを気にして髪の毛にグロスがついちゃうから、なんかあんまりなんかティントのリップとか、そう、何イラスト描いてくれたんですか私の。前髪するライブの時は結構触覚とかもあるから、前髪をねパッツンにするかめっちゃくちゃ迷っててなんか最近髪も染めたいし前髪もなんかパッツンにしたいし、なんかすごい、この前髪ね可愛いんだけど、パッツンでもなんかおでこはなんかおみるの前髪みたいな、おでこは分けるけど、 おでこは分ける、前髪は分けるけどパッツンみたいな。ちょっと待って、長いんだよね多分今前髪が。もう一回やろう前髪。そうやね、パッツンは似合わない顔が。そうパッツ、なんかそうおでこが隠れるパッツンっていうのはちょっとあんまりいいで、そうなの。自己分析の結果、ちょ一旦これで顔を出す。シースルーね、可愛いよね。髪の毛3週間に1回は絶対染めてる。2週間、ベストは2週間半。髪の毛すぐにプリンになっちゃう。3週間、1ヶ月開けないかな。でエクステは、だからエクステは月に1回ぐらいのペースで変えてるから、さやのその美容院の周期的にエクステ変えて髪染めて、で根元とかブリーチして、でもう一回美容院行くときはエクステと一緒に髪の毛染めてる。そうエクステも一緒にカラーしてくださってて、そうすごいよね。エクステはそうだね、常にしてる。こんにちは。めっちゃ高頻度で美容院行ってる。私ネイルはやっぱ3週間に1回ぐらい変えてるし、すごいよねおしゃれって。大変でも大事。松葉はそうだね月1ぐらい、3
松葉もでもベストは3週間に1回ぐらい。よし、髪の毛巻くね今日は。一旦切って、ちょっと待って、私のサヨスちゃんが、おあのすごい眠そうなんだけど、ちょっとね、あの掃除したい。え、ちょっと匂いが気になるちょっと待って、一旦ちょっと1分ぐらい閉店してもいいですかね。バンされちゃうかな。ちょっと待って、音入れをなされた。ちょっと一旦すぐ戻ってくる。ただいま。よし、できたよ。髪を巻いていくね。ただいま。あのね、フランフランでクリスマスツリー買ったんですよ。めっちゃちっちゃいやつだけど、多分この後ろのリーナベルちゃんぐらいのサイズなんだけど、そうちっちゃいやつ買ったから、今度ねどうなって届くんだろう。自分で組み立てるのかな、ちょっとよくわかんないんだけど、今度配信で開封しようと思って、楽しみ。いいですね。ずっとね、もうずっと何年も前からなんか部屋が綺麗になったらフランフランのピンクのクリスマスツリーを絶対に買おうって決めてて、ついに時が来たんですよ。その1年前の自分とは違いますからだからそう、
ランフランのツリーが似合うお部屋にちょっと変わったのでお掃除できるようになったので、ちゃんと、買いました。わあ、どうしたの、今髪を巻いてるの。こんにちは。みんなお昼からありがとう。なんか今日ちょっとマキが暴れる日だな。レクダイナークスタで一番好きなの、え、わかんない、なんだろう、逆に何が好きですか何のアクスタが漏れてるんだろう。なんかアクスタめっちゃ出すぎそう、ありがたいんですけど、めっちゃ嬉しいんだけど、めっちゃ出てるから何がいいんだろう。ハニカミのアクスタがあの大きいのは覚えてる。確かにどの衣装が好きかにもよるか。確かにユニット曲ね、誰も入れたもんね。あ、出た、キラキラ衣装めっちゃ前、可愛いよね、キラキラ衣装。デビュー前だけど、あー、なるほど。あ、セイも好き。それイコノイジョイ2022の紫のスパンコールの衣装のアクスタは、あれはめっちゃ漏れてる、可愛いです。あれ衣装が、持ち歩き、確かに何かお出かけする場所とかさ、時期とかにもよって使い分けて欲しいかもかさ、武道館衣装の生写真出るよね、ついに。あの紫のやつね、今日初めまして、やった、買う、嬉しい。なんか武道館と、じゃあなんかね、武道館と同じビジュにしようと思って、髪の毛をハーフツインにしたの。でもなんかずっとね、ハーフツインにしたものの、なんか違う、なんか違うってすっごい思ってて、なんか武道館の時と違うぞって、髪色も一緒なのになんでだろうって思って、なんかそしたらなんか比べて写真を載せてくださってる方がいて、ツイッターに。で見たら、なんかここの触覚、ここのね、触覚をさ、よく出すんですけど、ここね、ここ、これを武道館の時出してたのに、なぜか生写真の時そこの触覚出してなくて、あ、これかってなりましただからなんか触覚がめっちゃない、普段より、あの生写真そう、まあでも本当に自分、
気づいた方いるのかな、ちょっとビビたるさでもハーフツインです。そう、自分でも気づかなかったぐらいだから、でも触覚ってめっちゃ大事だなって思う、イメージ変わるから。うん、こんにちは。結構変わる、巻き巻きしてます。ここ今日 S 字つけた方が絶対漏れる。さっきさや30分ぐらいから始めたっけ配信。今日の巻き巻きも可愛い、嬉しいよ。26分絶妙の時間1時間やるかな、1時間やるかやらないかぐらいの感じの時間にちょっと切るね。わあわあわあ、うるさい、にぎやかになりました。どうしたの、じゃあなんかすごいね、プラスチックみたいなおもちゃ好きで、カミカミしてるから音がすごいんだよね。わーわーわー、公開したいと思ってる、年内。さやの気持ちが変わらなければ。あ、落とさないよ。挟んで言いたかった今。結構本当に可愛くて、本当に可愛くてこの間がお話し会の日も空き時間にお姉ちゃんとビデオ通話して、ちょっと映してってかわいかった。
そう、基本さややの近くにいますね。ね。よし、負けた。髪。多分全部負けたはず。うん。よし。ちょっと固めるのとかは終わってからにしよう、配信を。ちょっとこの S 字だけ。さやさんに嫉妬していいですか？そんなにさやさんのこと好きなの？誕生日おめでとうしてもらうの？え、改めてお会いさせて今度。うん。わあわあわあ。ちょっとここのね、触覚だけ最後に。くるんってしたい。うん、いい感じじゃない？よし、かわいい？ほんと？本当に？うん。こんな感じの感じです今日は。やった！じゃあスクショタイムしよう。現実感ない。じゃあお人形さんになろう。給水タイム。巻き下ろしは可愛いですよね。冬っぽい、冬っぽいってよくわかんないけど。どう？よし。さくらちゃん、ありがくまさん、ありがとう。すみっこ暮らし可愛かったな。いっぱいありがとう。巻き下ろしニット、なんか確かに冬っぽいね。ラコステ可愛い。ラコステ、やっぱり。デートしよ、さやちゃんとデートしよ。かわいい、すみこ暮らし。イエーイ。
はやっぱ巻き押しが可愛い。ポニーテールとかして大きいリボンするのも可愛い。はい、じゃあスクショタイムしましたしましたって何スクショタイムしました夜配信どうだろう、わかんないや スクショタイムしようじゃなくてしましたあー、じゃあランキング読みます。あ、待って、ふみやん、すみこ暮らしありがとう。まだ元気になっちゃったちょっと落ち着いて、一旦落ち着いて じゃあランキング読みます。13強兵、12ベレッタ、11優香、10位優太、9位慎太郎、8位大勢、7位ヨガくん、6位秋吉、5位ノリノリ、4位可愛くてごめん、3位さくらちゃん、2位なぎさ、そして1位ふみやん。ありがとう。待って、今日のランキングめっちゃみんなほいっぱいファンマークつけてくれてる、ごめんね。これ嬉しいから、なんかさやのことめっちゃ好きでいてくれてるのにつけてないかとかいる。なんでこれつけようわかりやすいんですよ、目印になって。つけよう、みんなつけよう外せなくなっちゃった。いいじゃん、空彩で飾りつけって感じありがとう配信。さやの配信の時、さやちゃんのこと好きなの嬉しいけど、なんかさ違うの、つけようつけよう、ファンマークつけようとか言ってすぐみんな熱熱熱熱熱みたいな言うから、ちょっと言いづらい言いづらいんですけど、つけてくれるのが普通にシンプルに嬉しいから。つけてほしいって感じです。じゃ、またね。つけた今。嬉しい。じゃ。あと嬉しいの夜は分かんない。せーのが配信したらいいなぐらいに思って見に来てくださいさやがまた配信やったらじゃあにぎやかな感じで終わりたいと思います今日も見てくれてありがとう、昼からまたね。ではでは、さややんでした。皆さん午後も頑張ってね。お仕事とか学校とか自宅警備とか。ではでは、バイバーイ。見てくれてありがとう。またねー。